カジノ、とかホテルですね、商業施設などの統合型リゾートを推進するための法案、IR と言いますが、はい、昨日の衆議院本会議で、自民党、あと、日本維新の会などの賛成多数で、この、カジノ法案と呼ばれてますが、参議院に送付されました。可決になってですね。で、法案、明日の参議院本会議で審議入りします。で、自民党は明後日金曜日にも法案を成立させたい考えだということなんですが、うん、このカジノ法案ですが、はい、いかがでしょう。重要な話を申し上げます。はい、お願いします。農協改革ってありましたよね。はい、15年に、あれを最初に言い出したのはアメリカの商工会議所なんでしょう。うん、日本にある。はい、まあ、ACCJ って言うんですけど、で、この IR についてもですね、ACCJ はちゃんと意見を提言されていらっしゃいまして、はい。でね、内容がすごいんですね。カジノは24時間営業にしなさい。はい、365日24時間営業、はい。さらにですね、コンビニみたいです、ね。コンビニカジノですね。さらにですね、はい、そのカジノ内でクレジットサービス、つまりお金の借り入れができるようにしなさい。とかですね、入場料貸してはいけませんとかですね。ただにしなさいと。そうです。ね。はい。そういう提言をしているというのをぜひ知ってほしいんです。アメリカの商工会議所が。はい。その、で、なんでこんなに急いでんのって話なんです、安倍政権が。はい、ってことは、その、アメリカ側からの、アメリカの商工会議所様から、少なくとも農協改革というのは間違いなくアメリカの商工会議所が言い出したんですよね。はい。はい。内容が同じだったから。で、今回の IR ももしかしてそうなんじゃないですかというのをね、ぜひ突っ込んでいただきたいです、政治家の皆さんには。そうですね。はい、もしそれが本当だとしたらね、でも確かになんでこんな急ぐんだろう。でね、そもそもカジノって、まあ、規制緩和するって話ですが、はい、私ね、沖縄に、例えば国家戦略特区を作って、沖縄の産業振興のためのカジノを作りますって、これはまだ一定の合理性があるんですけど、今回全国どこでもいいですよって話ですよ、ね。はい。ちなみにアメリカのあの商工会議所様もですね、ちゃんと東京圏、大阪圏と。まあ、そういうところでもカジノを認可しなさいと。はい、いらんだろ、東京県、大阪県はと、沖縄ならまだ100本ずっとわかるんだけど。はい。という、でも少なくともアメリカの提言と、まあ、同じ方向でね。もちろん、その、例えば入場料規制しますよとか、入場料貸しますよというような、そういう法律になってんだけども、いずれそういうのも規制緩和されていくのかなという気がいたしますよ。はい。はい、まあ、反対意見もいろいろ出てましてね、そのギャンブル依存症の増加につながるんじゃないか、青少年への影響も心配だ、あと暴力団の介入、まあ、こういったものをいろいろありますからね。本当にね、カジノができて、はい、そのカジノ内で借り入れができちゃうと、はい、これは幸せにならないと思いますよ、私は。まあ、あっという間に社会問題になると思います。そうですね。はい。はい、さあ、そしてその他、カジノ、とかホテルですね、商業施設などの統合型リゾートを推進するための法案、IR と言いますが、はい、昨日の衆議院本会議で、自民党、あと、日本維新の会などの賛成多数で、この、カジノ法案と呼ばれてますが、参議院に送付されました。可決になってですね。で、法案、明日の参議院本会議で審議入りします。で、自民党は明後日金曜日にも法案を成立させたい考えだということなんですが、このカジノ法案ですが、はい、いかがでしょう。重要な話を申し上げます。はい、お願いします。農協改革ってありましたよね。はい、15年に、あれを最初に言い出したのはアメリカの商工会議所なんでしょう。日本にある。はい、まあ、ACCJ って言うんですけど、で、この IR についてもですね、ACCJ はちゃんと意見を提言されていらっしゃいまして、はい。でね、内容がすごいんですよね。カジノは24時間営業にしなさい。はい、365日24時間営業、はい。さらにですね、コンビニみたいです、ね。コンビニカジノですね。さらにですね、そのカジノ内でクレジットサービス、つまりお金の借り入れができるようにしなさい。とかですね、入場料貸してはいけませんとかですね。ただにしなさいと。そうです。ね。はい。そういう提言をしているというのをぜひ知ってほしいんです。アメリカの商工会議所が。はい。その、で、なんでこんなに急いでんのって話なんです、安倍政権が。はい、ってことは、その、アメリカ側からの、アメリカの商工会議所様から、少なくとも農協改革というのは間違いなくアメリカの商工会議所が言い出したんですよね。はい。はい。内容が同じだったから。で、今回の IR ももしかしてそうなんじゃないですかというのをね、ぜひ突っ込んでいただきたいです、政治家の皆さんには。そうですね。はい、もしそれが本当だとしたらね、でも確かになんでこんな急ぐんだろう。でね、そもそもカジノって、まあ、規制緩和するって話ですが、はい、私ね、沖縄に、例えば国家戦略特区を作って、沖縄の産業振興のためのカジノを作りますって、これはまだ一定の合理性があるんですけど、今回全国どこでもいいですよって話ですよ、ね。はい。ちなみにアメリカのあの商工会議所様もですね、ちゃんと東京圏、大阪圏と。
まあ、はい、そういうところでもカジノ認可しなさいと。いらんだろ、東京圏大阪圏はと、沖縄ならまだ100歩ずっとわかるんだけど。はい。という、少なくともアメリカの提言と、まあ、同じ方向でね、もちろんその、例えば入場料規制しますよとか、入場料貸しますよというような、そういう法律になってんだけども、いずれそういうのも規制緩和されていくのかなっていう気がいたしますよ。はい。はい、まあ、反対意見もいろいろ出てましてね、そのギャンブル依存症の増加につながるんじゃないか、青少年への影響も心配だ、あと暴力団の介入、まあ、こういったものいろいろありますからね。本当にね、カジノができて、はい、そのカジノ内で借り入れができちゃうと、はい、これはさやにならないと思いますよ、私は。まあ、あっという間に社会問題になると思います。そうですね。はい、何は。そうですね、はい。もしそれが本当だとしたらね、うん、でも確かになんでこんな急ぐんだろう。でね、そもそもカジノって、まあ、規制緩和するって話ですが、はい、私ね、沖縄に、例えば国家戦略特区を作って、それ沖縄の産業振興のためのカジノを作りますって、これはまだ一定の合理性があるんですけど、今回全国どこでもいいですよって話でしょ、はい。ちなみにアメリカのあの商工会議所様もですね、ちゃんと東京圏、大阪圏と。まあ、はい、そういうところでもカジノを認可しなさいと。いらんだろ、東京圏、大阪圏はと、沖縄ならまだ100歩ずっとわかるんだけど。はい。という、少なくともアメリカの提言と、まあ、同じ方向でね、もちろんその、例えば入場料規制しますよとか、入場料貸しますよというような、そういう法律になってんだけども、いずれそういうのも規制緩和されていくのかなっていう気がいたしますよ。はい。はい、まあ、反対意見もいろいろ出てましてね、そのギャンブル依存症の増加につながるんじゃないか、青少年への影響も心配だ、あと暴力団の介入、まあ、こういったものいろ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 ありますからね。本当にね、カジノができて、はい、そのカジノ内で借り入れができちゃうと、はい、これはさやにならないと思いますよ、私は。まあ、あっという間に社会問題になると思います。そうですね。はい。はい、さあ、そしてその他、カジノ、とかホテルですね、商業施設などの統合型リゾートを推進するための法案、IR と言いますが、はい、昨日の衆議院本会議で、自民党、あと、日本維新の会などの賛成多数で、この、カジノ法案と呼ばれてますが、参議院に送付されました。可決になってですね。で、法案、明日の参議院本会議で審議入りします。で、自民党は明後日金曜日にも法案を成立させたい考えだということなんですが、うん、このカジノ法案ですが、はい、いかがでしょう。あの、重要な話を申し上げます。はい、お願いします。農協改革ってありましたよね。はい、15年に、あれを最初に言い出したのはアメリカの商工会議所なんでしょう。日本にある。はい、まあ、ACCJ って言うんですけど、で、この IR についてもですね、ACCJ はちゃんと意見を提言されていらっしゃいまして。はい。でね、内容がすごいんですよね、カジノは24時間営業にしなさい、はい、365日24時間営業、はい、さらにですねコンビニみたいです、ね、コンビニカジノですね、さらにですね、はい、そのカジノ内でクレジットサービス、つまりお金の借り入れができるようにしなさいとかですね、入場料貸してはいけませんとかですね、ただにしなさいと。そうです。ね。はい。そういう提言をしているというのをぜひ知ってほしいんです。アメリカの商工会議所が。はい。その、で、なんでこんなに急いでんのって話なんです、安倍政権が。はい、ってことは、その、アメリカ側からの、アメリカの商工会議所様から、少なくとも農協改革というのは間違いなくアメリカの商工会議所が言い出したんですよね。はい。はい。あの内容が同じだったから。で、今回の IR ももしかしてそうなんじゃないですかというのをね、ぜひ突っ込んでいただきたいです、政治家の皆さんには。そうですね。はい、もしそれが本当だとしたらね、うん、でも確かになんでこんな急ぐんだろう。でね、そもそもカジノって、まあ、規制緩和するって話ですが、はい、私ね、沖縄に、例えば国家戦略特区を作って、それ沖縄の産業振興のためのカジノを作りますって、これはまだ一定の合理性があるんですけど、今回全国どこでもいいですよって話でしょ、はい。ちなみにアメリカのあの商工会議所様。はい、ってことは、その、アメリカ側からの、アメリカの商工会議所様から、少なくとも農協改革というのは間違いなくアメリカの商工会議所が言い出したんですよね。はい。はい。あの内容が同じだったから。で、今回の IR ももしかしてそうなんじゃないですかというのをね、ぜひ突っ込んでいただきたいです、政治家の皆さんには。そうですね。はい、もしそれが本当だとしたらね、うん、でも確かになんでこんな急ぐんだろう。でね、そもそもカジノって、まあ、規制緩和するって話ですが、はい、私ね、沖縄に、例えば国家戦略特区を作って、それ沖縄の産業振興のためのカジノを作りますって、これはまだ一定の合理性があるんですけど、今回全国どこでもいいですよって話でしょ、はい。ちなみにアメリカのあの商工会議所様もですね、ちゃんと東京圏、大阪圏と。まあ、はい、そういうところでもカジノを認可しなさいと。いらんだろ、東京圏、大阪圏はと、沖縄ならまだ100歩ずっとわかるんだけど。はい。という、少なくともアメリカの提言と、まあ、同じ方向でね、もちろんその、例えば入場料規制しますよとか、入場料貸しますよというような、そういう法律になってんだけども、いずれそういうのも規制緩和されていくのかなっていう気がいたしますよ。はい。はい、まあ、反対意見もいろいろ出てましてね、そのギャンブル依存症の増加につながるんじゃないか、青少年への影響も心配だ、あと暴力団の介入、まあ、こういったものをいろいろ
ろいろありますからね。本当にね、カジノができて、そのカジノ内で、借り入れができちゃうと。はい、これが再現にならないと思いますよ、私は。まあ、あっという間に社会問題になると思います。そうですね。はい。はい、さあ、そしてその他、カジノ、とかホテルですね、商業施設などの統合型リゾートを推進するための法案、IR と言いますが、はい、昨日の衆議院本会議で、自民党、あと、日本維新の会などの賛成多数で、この、カジノ法案と呼ばれてますが、参議院に送付されました。可決になってですね。で、法案、明日の参議院本会議で審議入りします。で、自民党は明後日金曜日にも法案を成立させたい考えだということなんですが、うん、このカジノ法案ですが、はい、いかがでしょう。重要な話を申し上げます。はい、お願いします。農協改革ってありましたよね。はい、15年に、あれを最初に言い出したのはアメリカの商工会議所なんですよ、うん。日本にある。はい、まあ、ACCJ って言うんですけど、で、この IR についてもですね、ACCJ はちゃんと意見を提言されていらっしゃいまして。はい。でね、内容がすごいんですよね。カジノは24時間営業にしなさい。はい、365日24時間営業。はい。さらにですね。コンビニみたいです、ね。コンビニカジノですね。さらにですね、そのカジノ内でクレジットサービス、つまりお金の借り入れができるようにしなさい。とかですね、入場料貸してはいけませんとかですね。ただにしなさいと。そうですね。はい。そういう提言をしているというのをぜひ知ってほしいんです。アメリカの商工会議所が。はい。その、で、なんでこんなに急いでんのって話なんです、安倍政権が。ってことは、その、アメリカ側からの、アメリカの商工会議所様から、少なくとも農協改革というのは間違いなくアメリカの商工会議所が言い出したんですよね。はい。はい。内容が同じだったから。で、今回の IR ももしかしてそうなんじゃないですかというのをね、ぜひ突っ込んでいただきたいです、政治家の皆さんには。そうですね。はい、もしそれが本当だとしたらね、うん、でも確かになん